りました。ありがとうございます。はい、どうも皆さんこんにちは、トムです。今日はですね、開封動画になります。今年はですね、なかなか海外旅行に行けないということで、スキーをまた結構たくさんやっていこうかなと思ってるんですけれども、前回はタイヤチェーンを撮りました。車を買ったのでタイヤチェーンの動画を撮ったんですけれども、今日はですね、ヘルメットの開封動画になります。で、ヘルメットと言いましても、日本ではお店で売っていない、イギリスから輸入したヘルメットになります。スキーするときとか、スノボをするときとか、ヘルメットって最近はよく皆さんするようになってるんですけれど、基本的には、スポーツショップ、スキーとかスノボ用品を売っているスポーツショップに行って購入するのが一般的な買い方になるんですけれども、僕はですね、昔学生時代にスキーやっていたときからハマっているヘルメットのメーカーがありまして、そのヘルメットを買い替えました。で、そのヘルメットがですね、ついにイギリスから届いたので、今日はその動画を撮っていきたいなと思います。で、届いたヘルメットがですね、こちらになります。このマークです。何かというと、メーカーはRurocというメーカーになります。日本ではお店で販売しなくてですね、インターネットを通してイギリスから個人で輸入することになります。なんでこの商品もですね、イギリスから DHL を使って届きました。イギリスから DHL を通じて日本に来て、日本が佐川急便の配送といったところでした。で、どういったヘルメットかといいますと、フルフェイスの顎がついているヘルメットになります。で、これですね、Rurocのヘルメットで、今回買ったのが RG1-DX マグマと、日本語でマグマですね。で、色がですね、要は赤ですね、レッドの赤になります。で、サイズが M から L サイズで、頭の大きさがですね、57センチから59センチというふうになってます。で、ゴーグル、インサイドといった感じで、特に周りの箱はですね、ここちょっと落とした感じあるんですけれども、そんなに痛みはなくイギリスから届いたといったところだと思います。では早速開けていきたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。お、あ、中にも内蓋があるんですね。よいしょ、箱を開けまして、内箱が出てきました。外蓋ちょっと傷ついていたところが、中の内箱もですね、ちょっと傷ついている感じではあるんですけれど、大きく傷ついてるとかはなさそうですね。よいしょ。こんな感じで袋が入ってますね。結構きつきつなんですよ。伸ばして、あ、来ました。こんな感じです。よいしょ。おお、思ったより赤じゃないですね。なんていうんですか、暗めの赤。質感としてはツヤが消されてます。うまくこの色合いが映ったらいいんですけど。では、こうやりまして、顎ですね、顎ガード。これがここにこういう感じでくるんですけれど、その前にゴーグルをつけられていきます。ここにもですね、一応専用の袋がついてます。これもRurocのものですね。で、サイズがこれにぴったり合うものになってます。で、色合いも基本的には指定されてまして、好みで選択するというか、新たにこれに合う専用のゴーグルを買うことができるんですけれども、今回はもともとついているものを選んでます。こんな感じです。レンズも赤ですね。はい。で、縁が白です。はい、ではですね、ちょっと近づきまして、もう少し詳しく見ていきたいと思うんですけれど、正面から見ると、ここに、なんていうんですかね、日よけ、ここに日よけのようなものが出っ張りがあります。耳がここ左右ありまして、これは外せないです。切れ目あるんですけれど、外せなくなってます。ここはもう必ずひっついた状態になっていて、で、後ろにですね、ゴーグルのベルトを留めるストッパーがあります。はい。で、中がですね、このようになってます。青色の部分がメッシュになってます。で、黒い部分が基本的にはクッションになっていまして、まずこの中のちょうど頭のてっぺんの部分はですね、3本の黒い線が入っているかと思います。ここにクッションがついてます。厚さがですね、1センチあるかないかぐらいですね。で、青の部分はメッシュなので特にクッションになってないです。通気性は良さそうですね。こちらもメッシュになっているので、通気性はありそうかなといったところです。はい。で、縁の部分が黒で、ここはクッションになってます。で、これがおそらく外せれるんだと思います。あ、外せますね。外しておそらく洗うことができるようになっているんだと思います。で、後頭部の部分は、ここの黒い部分ですね。一番ちょっと分厚いですけれど、後頭部一番分厚くって、3センチぐらいあるのかな。結構分厚いです。これは外せなくなってます。おそらく接着剤か何かにくっついてって外せなくなってます。結構クッションはありそうですね。で、耳の部分はここ穴が開いていてメッシュになっていて、内側もですね、ちょうどここの中がメッシュとまではいかないんですけれど、フリースの素材みたいになっているので、まあ耳、ある程度は声聞こえるかなと思います。あとはこの顎の紐止めるところですね。どうやって止めるかというと、スライドして止めるようになってます。こんな感じです。上下にスライドして、止めたり外したりするようになってます。はい、で、ヘルメットの本体がこれになりまして、で、顎のチンガード。本体につくのがちょうどここにこうはめる感じになります。はい、はい、で、中はですね、布のカバーがついていて、Rurocのマークもある感じですね。で、ここはクッションになってないので、単純に布のカバーでちょっと硬いんですけど、もしかしたら紙とか入ってるのかな、ちょっと硬めの布のカバーがついてます。はい、で、こちらがですね、ゴーグルになります。こんな感じですね。はい、で、まず表面からレンズの部分で言うと、ここに小さくRurocのマークがついていて、ここにもRurocと入ってます。で、ここの部分をこうやってカパカパとやることで、表側のレンズを外して、取り替えることができます。色を変えたりだとか、あとはふぶいた時用のもっとこの色が薄いやつに変えるとか、逆にめちゃくちゃ眩しいからもっとミラーのレンズに変えるとかいったことができるようになってます。レンズだけもですね、ホームページで売ってるので、それを買うこともできるようになってますが、僕は今回もともとついているこれ赤色のものだけになってます。で、今外側のレンズって言ったんですけれど、これ構造的にはダブルレンズになってます。で、外側のレンズだけこれを外して変えれるといった感じになってます。で、このゴムのところはですね、普通のゴムなんですが、内側は完全な滑り止めとしてのゴムになってます。これ前も古いヘルメットの時あったんですけれど、ここの素材とこのバンドがですね、若干こうずれてきまして、このチンガードですね、顎をつけている時はぴったりと下からもこういう風にサポートされるのでずれることはないんですけれど、まあそんなにがっつり滑らない時とかで顎をつけてなかったら若干ずれてくることがあるんですね。まあ、それを防ぐために、おそらくこのゴムが今回はついているんじゃないのかなと思いますけれど、まあ滑らなくなってくれるんだと思います。はい、というのがこの3つの、本体とゴーグルと顎、チンガードの説明になります。でですね、実際にちょっと組み立てていきたいと思います。で、とりあえずまずはですね、このゴーグルとヘルメットの本体をつなげます。こんな感じですね。はい、結構これ硬いです。はい、で、止めまして、これをですね前に持ってきます。こんな感じですね。前に持ってって、よいしょ。結構硬いですね。ああ、これ滑り止めが、ゴムの滑り止めがついてることによって逆にはめにくくなってる感がありますね。よいしょ、こういう感じですね。で、これに、最終的にはこの顎ですね。顎がここに来て左右をはめて、で、顎をはめます。したらここがですね、パチンといくまで押し込む必要があります。よいしょ。で、こっちもですね、よいしょ、パチンといったら、はまりましたといったところで、こういう感じになります。いかがでしょうか。で、後ろがこんな感じですね。よいしょ。で、横、こっち側ですね。ここにRurocのマークがあって、こっち側にはRurocのマークないんで、まあ、こっち側の方がちょっとかっこいいですかね。どちらかというとRurocっぽいです。で、上からこんなんですね。はい。で、顎がこう押して、はい、こんな感じですね。で、外すときはもう同じように、ここを押して押すと、ここも押して押すと。いった感じで、そしたらこっちからアップ引っ張るだけです。で、ゴーグルをこっちに伸ばしてここに乗せますといったところで、結構この出っ張りがあるのでゴムが伸びてる感がやばいですね。まあ、なんで、例えば休憩とかでやるんであれば、もうこれをこっち側までやっちゃって、一回めんどくさいですけど外すとかしちゃった方がいいかなと思います。はい、ではですね、実際にかぶっていきたいと思います。先ほどと同じように、ここの後ろにですね、ゴムを通しまして、こうやってこっち側に持ってきてですね、で、こういう感じでかぶりまして、これをここに持ってきます。このゴーグルが、ここがピタッと合う形になっているので、これがずれているとこのチンガードがうまくはまらないので、はい、で、さえもですねうまくはまるようにここを合わせます。で、合わせたら最後にこれをつけていきます。顎ですね、チンガード。これ、前の時も結構、苦労したんですが、慣れてくるとそこまで大変じゃないんですけど、まずはどっちかから、止めていきます。こっちでもこっちでもどっち側でもいいんですけど、止めやすい方からまず少しだけ入れます。少しだけ入れたら、この状態で今多分少しだけ入ってると思うんですけれど、同じようにこっち側も、よいしょ、ごめんなさいね、こうやって、こっち側もですね、入れます。で両方ともちょっとだけ入れた状態になるんで、ちょっとだけ入れたらあとは押し込みます。カパッと、結構力いるんですけど、カパッと押し込みます。はい、って言ったら、これでですね、あとは顎をつけまして、はい、顎をつけまして、はい、完了です。これがですね、結構苦しくてですね、ここがやっぱりギュッとなってるんで、声もこもると思います。まあ、いい意味で、あったかいの、暑いので、こう今部屋の中だと暑いので、いい意味では防寒になるんですけれど、そうじゃなかったら結構ゴンドラの中とか結構暑いかなと思います。なんで僕ゴンドラの中だとここの顎だけでも結構外すことが多いんですけれど、暑がりの方はここ顎を外した方がいいかなと思います。はい、で今回買ったのがですね ML サイズです。僕の頭がですね59センチということで、このおでこからこの後頭部が出っ張ってるところまで59センチで、サイトの59センチといった表を見ると ML サイズだったので ML サイズを買いました。おそらく前回も ML サイズだったんですけれど、かなり窮屈です。頬のあたりがちょうどここのあたりなんですけれど、圧迫されているので、人によったらもしかすると痛いかもしれないです。ですが、まあ、ヘルメットとしてはグラグラだと全く意味がないので、まあ、こういったものなのかなと思います。慣れないとですね、多分ここが痛くなったり、あとは締め付けられているので、3、4時間とかしっぱなしだと、頭が痛くなってくる人もいるんじゃないのかなと思います。はい、まあ、慣れてくると問題ないかと思うんですけれど、はい、一応ですね、ここの隙間が空いているので微妙に、まあ、風が入ってきて、ゴーグルが曇らないように、なる仕組みになってます。僕もですね、前のしててなかなかゴーグル曇らなかったんで、そこまでゴーグル曇る曇らないっていうのを気にしなくてもいいと思うんですけれど、まあ、インナーをゴーグルの内側に入れてしまうと、やっぱりどうしても曇ってしまうので、そこをうまく調整しながら、あとは曇りの止めを塗りながらかなといったところかなと思います。ではですね、ちょっと外そうと思います。これで喋るの結構辛くてですね、よいしょ。で外す時もですね、同じようにここを押して、白いところですね、押してカチッとなるので、そしたらまず顎を外します。顎を外したら、ゴーグルを上に上げて、こうですね。で、顎を外して、このまま抜くといったことですね。よいしょ。はい。5分ぐらいしただけなんですけど、結構暑いですね。はい。以上がですね、今回、イギリスから個人的に輸入をした、日本の店舗で売っていないRurocというメーカーのヘルメットになります。 RG1-DX マグマといった色になっております。結構特徴的なヘルメットで、僕は個人的にすごく気に入っているメーカーのヘルメットなので、皆さんもですね、今回この動画を見て気に入っていただけたら、ぜひ概要欄の方で1個買っているので、そちらからRurocのヘルメットを購入してみてください。マグマっていうこの赤色以外にもですね、青とか白とか黒とか、あとはクロムっていうなんか、ね、アルミみたいな素材の色だったり、最近ゴールドも出たりとか、あと柄もついていたりとか、結構いろんなバリエーションがあるので、お気に入りの色を見つけて、この印象的なヘルメットをつけて、ぜひスキースノーボードをやっていただけたらと思います。で日本のですねサイトも一応取り扱っているところあるんですけれど、そこの方もですね輸入して販売しているので、購入するならば直接Rurocのホームページとか、僕が購入したリンクもですね、僕がどのサイトから購入したっていうのもきちっと貼っておくので、そちらから購入して見ていただけたらと思います。まあ、個人的にですね輸入するのがちょっと心配だっていう方もいるかと思うんですけれど、今回僕は特に問題なくインターネットで購入して輸入して、受け取ることができたので、まあ、そこまで心配しなくてもいいのかなと思います。イギリスなんでね、そんななんか中国とかよくわかんない東南アジアが来ることがないので、そんなに心配しなくてもいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでですね、僕のチャンネルでは普段は旅行のこととか海外のこと、あとは飛行機とか空港のことを上げているんですけれども、ぜひチャンネル登録をして次回の動画も楽しみにしていただけたらと思います。ではまた、バイバイ。最後までご覧いただきありがとうございます。僕のチャンネルでは旅行のこととか飛行機のこと、あとは海外のこととかをアップしているので、興味のある方はぜひチャンネル登録をして、次回の動画も楽しみにしていてください。また、Instagram の方ではよりプライベートな様子やリアルタイムな旅行の様子をアップしています。フォローしてチェックしてみてください。さらに、海外旅行のお得情報、お役立ち情報を公式ブログにまとめていますので、そちらも概要欄からチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。